じゃあよろしくお願いします。なんか自己紹介しなくていいんですか。あ、メキシコから来た、レスラーです。よろしくお願いします。で、はい、どうすればいいんですか。いや、任せますよ。じゃあ最近、はい、最近やってる、はい、ご牽制だな、もう、うん、これなら楽ですよね。あ、もう大丈夫です。こういうのやってます。え、牽制を押してるんですか。牽制というか、はい、激しくやると音が鳴るんですけど、はい、鳴らないな。何これだ。痛い。これを、はい、ゴリってやると痛いから、はい、こうギューってこうやって、はい、決めてるという。うーん、手すごい冷たいですね。そうですよ、もう死にかけですから。死にかけの人が妊娠後期の人が押すっていうね。吸い取りに来てるじゃないか。やめてくださいね。これですね。あ、はいはいはい。やっぱツボを意識してる感じなんですか。いや、そうでもないですか。ただね、はい、こう触るとゴリゴリしてるじゃないですか。はい、あれですか、指圧師であるってことは言っちゃいけないですか。言わない方がいい。ああ、全然大丈夫ですよ。言っていいんですか。メキシコでやってます。はい。じゃあメキシコでやってるし、死にかけの指圧師。そうです、そうです。はい。え、腕が疲れますよね。はいはい、いや、そんなに疲れなかったですけど。わあ、なんかでも勉強になるっす今の。なんか全然妊娠後期だと、はい、凝り方がなんかふにゃふにゃになるというか、はい、そうですか。太っただけなのか。太ってますよ、私は。え、でも必要で太ってるんですよね。いや、でももうやばいっす。なんかその範囲を超えて太ってるから、あ、やばいっす。まあ、体重使う仕事ですからね。まあね、そういう意味ではね。そうそう、まあ確かにいいんですけど。なんか広告もこれ押しちゃダメらしいので押さないっす。はい、あ、はいはい。さっきのコリコリしてるとこって何ですか。あの肩甲骨周り、肩甲骨の際ですよね。ああ、内縁のとこですね。そうですね。別にでも剥がしてるわけじゃないんですね。これは、うん、触るとヘリ、うん、に、はい、明らかにこびりついてるのがあるんですよ。こうやってあるんです。ああ、ある。え、あ、菱形筋とかじゃないんですか。なんなんでしょうね、コリなんでしょうね。うん、いわゆるコリだろうね。手の冷たさがすごいんですけど。吸い取りに来てるからね。死体みたいに本当に冷たい。確かにそうだね。なんでバイク乗ってきたからですか。いや、あの、水風呂が好きで。え、なんで。今の時期やめた方がいいですよ。何言ってんすか。夏じゃあるまいし。そうそう、サウナ入って水風呂に使うという繰り返して。え、でもじゃあ温まってないってことですか。終わった時にポカポカしてないですか。ポカポカはしてますけど。はい、冷えちゃうんですか。うん、そうだね。これだね。はい。この辺牽制っぽいから、はい、あんまりそうですよね。けど、うんうん、なんか角に凝りがあるんですよ。はい、そうですね。これ虚筋のとこじゃないんですか。うん。痛い。痛いよね。うん。どこ。予定は来年の、はい、5月とか。いや、全然1月ですよ。だってこんなお腹大きいじゃないですか。ああ、そうだ。はい、福吉君の時は確か僕、はい、なんか一緒にライブを見に行った人が、行きましたね。冒険とか言ってたら、あの時もでもこんぐらいお腹大きかったじゃないですか。そうだね。うん、あ、どこだっけ、後楽園の。そうですよね、なんとかホールとか、うん、よく言ってたなって。もうあの時は私なんかまだ体軽かったっすね。同じぐらい太ったけど、若かったからね。そう
王権の楽屋行ってね、行きましたね、叫んでたもんね、なんかね、王権の楽屋では叫ばないでしょ、王権に1回、王権のライブを見てる時に叫んだんじゃないですか、はい、そうだね、そう、楽屋で叫んだら超やばいやつじゃないですか、妊婦さんなのにね、飛び跳ねて、そうですね、応援してたの、そうですね、でも大丈夫だったですよ、懐かしいですね、懐かしいです、あれが、だってもう10年近く前ですからね、そう福吉くんは、そうです、もう9歳だからね、何したか、小指のシーンってところを攻めると、はいはい、逆子が、あ、私逆子なんですよ、今、おやってください、タイミングバッチリですね、そうなんですよ、今日逆子って言われました、でも8ヶ月で逆子はまあよくあることだとか言ってましたけど、シーンがどこだか分からなくなっちゃったな、これ、え、でも小指の爪のどっちかですよね、そうどっちかなんですよ、だから適当にどっちもやっとけばいいんじゃないですか適当ですね、適当、じゃあちょっとね、あ、でもこの壺人形にこシーン入ってるかもしれないですよ、こうね、分かんなかったら、お、外側ですね、はい、うん、役に立ちましたね、立ちましたね、多分この辺を、はい、でもなんかこれ、はい、結構効果があるらしいですよ、へえ、逆子治るんですか、うん、っていう噂ですよ、へえ、すごい、治ってるといいな、うん、どんくらいあるのかわかんない、うん、でも全然痛くないですね、うん、小指の先とかちょっと痛そうだけど痛くない、やり方間違ってんのかな、わかんない、この辺かな、どうですか今、向かってますか、あー、まあ、あれですよ、まあ、30いくかいかないかというか、あー、まあでも別に食いに困らないぐらいですね、うん、困らないけどたまりもしないぐらい、うん、やっぱりね、うん、ピンハネされてるからね、あお店でやってるとね、自分で開業しなきゃなと思って今日来たんですよ、あ、そうなんですか、参考、教えてくださいよ、はいはいはい、早くした方がいいですよ、ね、そうなんですよね、うん、工事だ、時間持つんですかね、いや、だって1時間結構すぐじゃないですか、そうね、うん、とりあえず C を進めて、はい、まあ、まあ C も限らず、いろんなところも、はいはい、でもなんか最近ゾンビ、はい、ゾンビ映画がヒットしちゃってるっていう、あ、いや見てないけど、あのカメラを止めるなですかね、そう、はいはいはい、見たんですか、見てない、見てないんですけど、うん、相当いいんだっていう、これ小指全体をこう押さえるという、こう間違ってたら面白いなでもこの辺ですよね、うん、そうですよね、位置的にはなんかでもあんまつぼされてる感じしない、緩くないですか、ああ、もっと強く、爪で、わかんない、爪でグググってこうグーってやってみますか、ちょっとこんぐらい、そうじゃないですか、つぼ押しってわかんないけど、うん、なんか棒とかでね、そうね、爪楊枝かなんかで、そうですよね、そう、いいんじゃないですか、なんかちょっと効いてそうな感じが、はい、そうね、逆子治ったら面白いですね、そうですね、なんか自衛隊の基地近いですね、あー、はいはいはい、そうですよね、入れるんですか、福井地区、入れるんですか、福井地区、入れないけど、でも、あ、でもなんか多少考えないこともないですよね、あ、なんかね、鍛えられるもんね、うん、うん、お客さんね、自衛隊員の方がいるんですけど、やっぱなんか頼もしいし ね、しっかりしてるしね、いいと思いますよ、若くてもきちんとしてるから、そうそう、なんか自衛隊、はい、なんか貧乏脱出大作戦で、たこ焼き屋の人が自衛隊員のとこに行って鍛え直すみたいなことをやってもらって、やっぱり遠くから声を出すとこがあるんですけど、いや、これ大事だなと思ったんですよ、覇気ってもこういうことを言うんだよ、あ、なんかいい、あ
れですよね、時間とかもきっちりしてるし、お金もちゃんともらえるし、ね、ある種いいかもしれないです、体鍛えられて。あれ親戚でもいるんですよね、なった人。